今回登場してもらったのは佐竹義重と佐竹義重の一世代上あたりの、えー、佐竹義厚義明あたりの重心だった江戸忠道。この両者に登場していただきました。どう見てもこの江戸忠道がお江戸百万石のなイメージですが、実際には日立の国の江戸号です。 今回、メインに参考しましたのは、この、近年出た戦国スタケ研究の最前線という本であって、日本史史料研究会監修、佐々木道郎千葉史編、山川出版社から出ています。こういう佐竹木史研究がまあ出たということです。主として河内源氏、佐竹木氏が戦国大名になるまで、それが戦国大名、佐竹木氏の合戦士、 それから、戦国大名、蔦削氏の両国者と国衆たち、えー、信長秀吉、家康統一政権が蔦削氏という、そういう単元からなっております。本日は川、河内源氏蔦削氏が戦国大名になるまでのところが中心で、えー、ちょろっとあの戦国大名の合戦士で、手前坂の合戦の話が一応入ってきて、まあ、佐竹義重が出てくるところで、一応話を、えーまあ、終わる予定であります。でこれは1980円、山川出版社から出ております。本体1800円。 私の知り合いの、えー、編集者の方が、この編集に関わってたので、えー、一冊いただいたのが、まあ、きっかけですあの。日立ですけども、えー、戦国時代の日立というのは、こういう感じになっております。この北部のこの付近を佐竹義重、佐竹市はもうちょっとこう北甲府に行ってますね。中部のこの辺りのは江戸忠道で、これはあの、えー、中市、中川の中市が藤原線の中市で、この頃には佐竹市の支配下に入ってました。 それから、これも佐竹氏の支配下にっていった真壁氏です。もともとは、この日立平氏大城氏の一門です。この真壁氏もで。大城氏は、この日立の国の中南部を制覇したんですけども、佐竹氏や小田氏などに押されて、徐々に勢力を衰え,衰えていっています。ただ、この日立の中海と言われた霞ヶ浦、北浦などのこの付近の水運、この付近の神社の管理等を行っていて、当時は、あの、えー、利根川も、 こっちに下がっててこの付近、もうちょっとないろいろと、えー、広い水郷が広がったみたいですけども、その水温泉というのは大城市。で、南の方には鎌倉幕府以来の八田市の出没税である小田市が力を持っているという感じであって、そういうふうにバラバラバラっとばらけていると、最終的にこの人たちを統一するのはこの佐竹市なんですけども、えー、その佐竹市の統一に至るまでの過程を見ていきたいと思います。 佐竹市を巡る、えーまあ、戦国人たちを巡る、もうちょっと攻撃的なものを見ると、こういう感じに北条市、里見市、えー、結城市、特に大きな影響を持つのは、この、えー、宇都宮、伊達、えー、相馬、芦、えー、名で、この付近にある岩わき、えー、そういった辺たりが佐竹市と非常に深い関係を持っていると。えー、で南の方では、先ほどの江戸市とか小田市とか、そういうものに囲まれていて、で実はあの、 佐竹義時が登場するまでは、それほど大きな家ではないとで、名門というレベルで言うても、この相馬とか伊達とか宇都宮、佐竹、織田、結城、まあ、こういったものは、いずれも頼朝以来の、例えばこの結城、織田、佐竹、宇都宮、こういったあたりというのはあの非常に古い流れを持っている、そういう家ですね。 頼朝公以来の伝統を持つ家々がこういうふうにまあ並んでいるということになります。佐竹氏、あのもうすでに武田氏のところに出ていますけども、源義満の子孫であって、孫の正義の代に佐竹を名乗るようになります。ちなみにこの山本義経というのは頼朝の挙兵の頃に大海で活躍した人物ですで。この秀吉の代に大体頼朝になります。 佐竹氏の大きな事件としては、この山入り氏との対立ですね。それから佐竹義一つの上杉憲貞の子であって、えー、従って佐竹義重とか、その辺は実は上杉家の子孫になるわけです。源義蜜の血を男系で引いてるわけではなく、女系では引いてますけども、この義盛の娘と婚姻して、この上杉憲貞の子の義人が養子入りしていると。これまたいろいろと起こしますよね。ちなみにこの 吉原の代にいくつか佐竹,あの佐竹南とか佐竹北とか分かれていきますけどもこの佐竹北吉の信の子孫が現在秋田県知事の佐竹知事ですね、えー、だからあの佐竹知事というのは佐竹義重と同じく、えー、まあ上杉家の末裔に当たると、えー、いうことになります血統関係ですけども、えー、佐竹義重をめぐる血統関係を見ていきますとこういう感じになります あの佐義重のまつうのはこの、えー、伊達治宗の,あの娘であると。ですねえー、伊達治宗は、えー、全部がこの江久保御前、えー、岩木重隆の娘の江久保御前から生まれてます、久保姫と思います。この岩木重隆には、この江久保御前を目,た、ま、目合わせるときに、長男を後継者にすることで、この岩木たか、えー、近隆は、えー、岩木家に養子に行ってます。だから次男の照宗が後を継いでます。 で、この岩木千鷹と、えー、それから佐竹義重の、あの、姉妹である刑事員が、えー、結婚して岩木常鷹を産み、この常鷹に子供がいなかったために、えー、義重の息子の佐田鷹が、えー、岩木家を継いでいると。ということで、まあ、岩木家は、あの、そういう意味では、まあ、以前から佐竹氏との関係は深かったですね。この伊達春宗と江久保御前の、えー、婚姻をきっかけに、伊達氏との関係は深まっていると。それから、まあ、あの、阿名森氏、 佐竹義偉の息子の義弘は、芦名盛興の娘、蓮光と結婚して、芦名家を継いでますが、芦名家が滅ぼされた後は、この芦名義弘は佐竹氏に戻ってます。まあ、この芦名家は伊達氏と、伊達様宗によって滅ぼされて、後に秀吉の奥州、潮木の大きな一になりますね。この辺はまた、伊達とか芦名を扱うあたりで出てきます。 まず、平安末期から鎌倉期の須竹氏ですけども、先ほどの戦国須竹氏研究の最前線では、茨城大学の高橋治虫先生、この方は実は立,立命館大学の OB で、私が大学のっッの4回生で、まあ結構お世話になったんですけども、この高橋治文氏の日立の国に流従土着し、鎌倉幕府の受家人になるという、ですね、平安末期から鎌倉期の須竹氏について述べてあります。 まず源義満ですけども、この源義満、三井寺の真珠師の親羅明神で元服した子が神羅三郎というふうな名前になっているということは、三井寺御成寺のところ、あるいは松前氏などのところで一応見てきたところですけども、だからあの義満の子孫を名乗る柿崎氏も、えー、か松前氏も神羅の記録というのをやっているわけですけども、義満は神羅明神で元服したと。どうもその後 宮寺と深い関係があって、都の軍事貴族として活躍しています。まあ、小次団に、えー、この義満をめぐる、えー、逸話がありましたよね。藤原昭末が源義満と、えー、荘園をめぐって争った時に、あのー、まあ、白川は、えー、自分の地兄弟の昭、えー、末を一切引きせず、えー、それどころか、本当昭末は正しいのに、義満に譲れと。あいつ暴れんばいか何しようかわからんぞと。 言われたんで、社、え、内、ー、から秋末義満に途,途中譲ったら、それ以降、えー、あの秋末が出歩くたびに、義満が見え隠れに家来を差し向けてくれたという逸話がありますけども、そういう軍事貴族、ある時き、真夜中ちょっと遅くなってしもて、城南宮から、えー、都に戻ろうとするときに、あの増縮二人を連れて歩いてると、いきなり50人ぐらいの武士が自分取り囲んで、なんや、なんやと思ったら、えー、義満の家臣ですと。 ご主人様が危ないということで、えー、急遽、えー、吉義満を我々はしみきましたというふうに言うて、秋末はほっとしたと、<laughs> こいつ敵に回したら逆に殺されてたよな、みたいな、そういうような仕事をどうもしていたようですね。さらに、ミーデラと地方支配との関係、あのミーデラはあちこちに商品を持ってますけども、そういうミーデラを通じて、この義満も、えー、地域支配にかげかてるんじゃないかというふうに言ってあります。特に彼は 朝廷に無断で御三年の役に参加していますけどもこの時に将を大江市にあの伝授してることも有名ですが、まあ、それ以来、えー、この義満が将をた、えー、しなんでたことから足利氏も将をたしなむようになってでご黄厳天皇からは天皇家の楽器になるという話もありますけどもこの御三年の駅の結果陸奥の国の菊田の書菊田を、えー、獲得しそれ以降断続的に、えー、関東に行くようになります。 その結果、行部の城という感触を失うんですけども、関東の方に地上にウェイトを置いていって、で、日立平氏と組んで、源義国と対立していると。で、源義国、あの、義家の息子ですね。義光からすれば大いに当たります。で、この義国の息子が、義重と義安、新田と足利の、そうですね。秀里竜藤原氏と組んだ、義国と対立して、日立平氏と組んでます。え、日立平氏。 平の、えー、国家、貞盛森の子孫ですね、国家の子孫でそのまま日立に土着した、えー、人物です。佐竹郷への土着が始まるのは佐竹正義の代で、佐竹正義は日立平氏からの自立、さらに佐竹郷という場所をと土着にくっついて、まあ、自分の本領を形成したと。だからまあ吉光、義満は日立平氏と組んでますけども、その息子いうのはこういうふうに日立平氏。吉光は 日立平氏の女性と結んで、義経を結んでいると。で、義成も甲府に結婚して、こういう日立平氏。で、この日立平氏は、吉田と武に分かれていきますけども、この吉田の子孫が、いわゆる大城司で、こちらは真壁などが出てますね。この一門から、武の方が、もともとは日立平氏の着流ですけども、そのうちに大城司に取られて、 戦国時代には、この竹の一門である、えー、真壁氏が、えー、佐竹氏の、えー、家臣として活躍することになります。佐竹正義は、こう,う日,、えー、日立兵士の影響下から出して、日立の国の北部の方に所、えーまあ、領を獲得していくと、本領を獲得して、まあ、佐竹氏が始まると。日立奥軍十年戦争というふうに、えー、言われてますけども、まあ、いわゆる佐竹と、えー、頼朝の戦いですよね。 佐竹義秀,秀吉という人物がおりますけども、佐竹氏と上総市、千葉市との関係が悪化していったと、えー、いうことで、上総、千葉などの下草、要するには日立の南部、日立の南の方の上総市、千葉市、まあ、こことの関係悪化した結果で、でこの上総、えー、千葉というのが源氏と、えー、くっついた結果、佐竹秀吉は、えー、平氏に接近します。 えー、1180年に頼朝の挙兵があって、佐々木は、えーまあ、平身に接近するた,ために、この頼朝の挙兵には従わず、この藤川合戦が終わった後に佐々木討伐が行われると。これはあのいわゆる上総介・広常の権限が有名ですよね。要するに頼朝は藤川合戦で勝った後一気に都に上、えー、ろうとしたんだが、えー、上総・広常らが、えー、反対して、えー、頼朝も、えー、まず佐々木を討ちに行こうというふうに、えー、話を変えたと。 それれを受けて佐竹が暗殺されると勤作上で戦うことになって佐竹氏の本拠は落城するということなんですけどもこれに関してまあ頼朝は本当に京都に行こうとしたのかというそういう話が高橋さんは言うとあります。 これ、東鏡の方では、頼朝は京都に行こうとしたんだけども、一茂助、広津根らが反対していけなかったと。でも、これは本当に頼朝の意思だったのかと。頼朝にとってあの、京都に行くことというのは、すまに大事なことだったのかという話ですよね。それよりも頼朝の場合、やらなきゃならないのは、この関東源氏の統一であって、 その頃、えー、頼朝っいうのは、実は、関東の源氏の中で、静寂とは言い難い状態。要するに、いろんな源氏があるわけですよね。足利源氏、新田源氏、佐竹源氏。基本的に、あの、みんな、源頼義の,よよの、えー、子孫であるということに関しては、変わらないと。 まあ、もも、信濃の方には源頼清の子孫、頼義の弟の頼清の子孫がおりますし、陸奥の方にも石川氏という、こちらは源義清、あれですね、大和源氏の末裔の石川源氏がいるし、まあ、いろいろおるんですけども、元の源氏に関しては、とりあえず、あの、多くは頼義の子孫であると。この頼義の生着通のを誰が獲得するのかと。 まあ最終的に義満の子孫である佐竹源氏これを圧倒したことで、頼朝はまあ安心して、頼吉の静寂を名乗ることができるようになると。で、あの、これよく言われることなんですけども、今ではなんとなく、八幡太郎義家がフロードアップされて、義家こそ、義家がなんとなく英雄のイメージありますけども、 えー、頼朝は明らかに頼義古実頼義の、えー、子孫であるということを、まあ、非常に強く意識していると。だから、頼義の静寂、義家、頼義、義家とこう来てる。で、この構えですね。で、この義家に注目、義家が注目されるようになるのは、どうも、義家の,の子孫で、義親の子孫である、えー、頼朝と、義、えー、国の子孫である、えー、足利。 ここのところで今度は足利義家を自らの家祖というふうに続けるということのようです。最後のキャリアとか見たら明らかに義家と頼義ではちょっと器が違うなという気もしますからね。陸、え、奥、ー、の神で内めの義家と伊予の神まで行った頼義、えー、では、えー、実はちょっと違うなと。一応よく言われのこの1 1 8 0年 3年の藤河瀬の直後の佐竹氏の、えー、この金差城での戦いの後の没落、これに関連して、なんとなく、えー、佐竹は終わるのかなと思うんですが、実は佐竹氏の、えー、抵抗はずついていたようで、で、1八8 9年、宇都宮の頼朝の陣に佐竹隆義が現れてよりともに、えー、起伏したことで、この日立奥軍の10年戦争というのは、えー、終結していると。まあ逆に言ったら10年間、佐竹一門は、 りともに鎌倉幕府大政下の佐竹、えー、氏というのは、まあ、非常に、えー、影が薄いですね。1180年には佐竹、えー、氏の首領が没収、えー、されますけども、実際には首、えー、領を没収したいうても佐竹氏の支配権は当然維持されていると。要するに頼朝に抵抗している以上は頼朝が没収してもそれは無効であると、えー、いうことで、なかなかこの辺は。 難しいとで、10年戦争を終結した結果、鎌倉政権がようやくこの日立の国の北部への支配を、えー、実現することができたと、えー、いうことですねあの南部の方は、えー、八田智家に与えられて、あの日立主護は八田智家に与えられています。ただ、八田智家の、えー、支配権もなかなか進んでいかないと。で、おそらく10年戦争終結後、1189年以降、鎌倉政権の第一支配、えー、が、えー、本格的に 北地の国の北部まで及んでいくとこの須竹秀吉は頼朝の二度の条約に、えー、従っています前後寿命でにも従っていて降伏後は頼朝の、えー、非常に、えー、まあ信頼できる家臣として頼朝を信頼をめたようです上級の乱で活躍しています鎌倉時代に須竹秀氏が日立之助に、えー、任官しているらしいと、えー、いうことで当時のこう日立之助というのがどの程度主語とのまあ関わりで 実行されるかどうかは別にして、まあ、鎌倉幕府の中でも神になれるのはなかなかつちなみに日立は、えー、いわゆる親王人国なんで、えー、トップは、えー、あの、世家です。いわゆる親王人国で、神助、上総、日立、えー、この三つは神が置かれないと。えー、いうことで、この日立の助っていうのは事実上、えー、神ですね。だから日立の大乗というのは在庁幹事のトップなんですね。で、その大乗代代、大代 接種するから大という形であのこの、まあ、日立の,、えー、あの国府のあの実は機能してるんですね。あのいわゆる、えー、大長官人が、えーまあ、日立の大将大々、接種した日立兵士これによる、えーまあ、国務支配が、まあ、出来上がっていると。だから、まあえー、この日立之助任官というのはそういう、えー、意味があると、えー、いうことで、一旦話を切ります。 頼朝が挙兵して、10年間戦って、これで佐竹って完全に没落したわけではないんですね。頑張りましたね。浮気に見てたらもう、いやられ,れてしまって、すごく没落したんかと思ったら、ちゃんと戦って、頼朝が佐竹を屈服させることができなかったということですか、これは。完全には屈服させることができなかった。まあ、秀吉らは、あの、 降伏しても、その佐竹の一門たちが結構粘ってるというふうに。高橋修さんは言って至ります。10年間、結局、あの、まあ、抵抗し続けたと。で、そういう力を残して。御家人になったわけ。そういうことですね。御家人になってからは。結構。位置につけたんですね。まあ、日立も好けになってますからね。うん。ただ、あんまり、あの、中、あんまり、なんか、あの。えー、目立つ。 活躍はありませんけどね鎌倉幕府の大事な表情書に入ったとか、そんなんはないんですかうん。であの、また政変に巻き込まれた形跡もないですね。逆に、あの例えば下月騒動で一門が大打撃を受けたとか、そういうことにもならない。日立の奥の方を抑えて、ああそうそう。で,すね、で、まあ、頼朝の随筆目では、まあ普段はあの当初は鎌倉に住んでいて、 まあ日立の、えー、北部の方やから、まあ、結構奥まったところですよね。基本的に幕府のそういうなんかごたごたに巻き込まれることはなかったと。工事合戦に巻き込まれたりとか、下月騒動でやられたりとか、そういうことはなかったと。一応、これ源氏の一門だという、そういう評価はあるんですか、頼朝から見て。一応、源氏の一門ということにはなるんでしょうね。 まあ要するに自分の言うことを聞く限りにおいては源氏のまあ血を引くっていうのはまあただそれなりにでしょうね足利氏に比べると北条氏から見て利用価値は低かったんでしょうね10年先制ったせいか北条氏との関わりが極めて薄いなという気がします足利なんかはもうかなり早くに政子の妹をめとるなどしてかなり早くにあの北条とくっついたに対して佐賀家の性質というのは そんなに高い地位のとこが来てないですね。鎌倉時代は。そうですね。うん、そういう意味では、まあ、あの北条氏との書かれ薄かったんかなという気がしますね。あ、その中で、この佐竹正義。はい。これの皇室って藤原清平の娘なんですね。あ、そう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 ,そう。<laughs> うん、あ,あ、こんなとこ <laughs>。欧州との関係は結構あったみたいですね。 欧州藤原氏と関東の皇族というのは交流があるんですね。うん、佐竹支店は日立の今でいうと水戸のあたりですか、これ。いやもっと北であの、日立太田とか、日立,日立太田城があの長い間の、えー、あれです。で、南の方は上総千葉がいて。 千氏は厳密に言うとあの日立の南のさんにおったんであの日立の南の方はおあの八田ですね。織田家も頼朝以来のもともとだしもつ家の宇都宮家の一門ですけどもこの織田っつうのはその織田というのが八田でそこが初め主語を持ってたんですかそうです。鎌倉時代は基本的にこの八田織田です。うんで佐竹は国司の方になってたんですね。 一、まあ、人だけあの、それを接種したわけでもないから、そういう意味では、やっぱり小田に比べると、ワンランクもツーランクも下がってきますねじゃあ、主語を持ってる小田の方が上なんですか、鎌倉時代はそうです小田は戦争には巻き込まれないですけど、北条氏の新蘭も厚くて、あの安藤氏の乱の鎮圧にも活躍してるし、あの小田は、鎌倉時代、意外と存在感あります。 釣竹よりはだいぶあります前竹田やった時に竹田が出てきてましたよねもともと竹田も日立にいたと、うん、日立の竹田号ですね、うん、でトラブって貝の国に飛ばされた、うん、だからまああの吉光流の着流はこの佐竹ですよねと頼朝が頼吉の着流は誰かにこだわったということはこれ吉家の 系統が義道の系統に比べてずっと上やということは確立してなかったわけですね、この時期まだ。そうですね。いや、私だね、やっぱり義家の方が上やと思ってるから、義家、うん、の方の為吉とか義朝とか頼朝が自動的に上やと思ってますけど。必ずしも頼朝は 義朝も義朝も,も結局つかまあ頼義よ自身が義清よ,よ,よ,よりも5年遅れての陸奥の国のやですから必ずしもあの頼義の流れて結果的に最後頼朝がでかいことやったからあれやけどもまあ実は結構微妙な橋渡ってますよね。結果論的に高校の,の教科書に出てくる頼義義家というあの流れの系図ばっかり見てるとここが一番偉いんかなと思っちゃうけど。うん 何とかの方が上ですねなんとなく、えー、平治物語なんかもよあのよ頼朝の成功語に書かれてるから義朝が何かあの、えー、他の摂源氏とかよりも上のように見えますけども実際には摂源氏の方が明らかに義朝よりも感触が高いですからね。でさらにその頼義の系統の中でもまだ誰が拓流になるかというのは。 平家と戦っっっててるはまま決なかったんですねよりともに一あの少しの長があるとするならばあの一応彼はあの15位の下先の左兵衛之助という、まあ、関東では考えられないような皇位高官についていたと。平治のあの時にね。そうそう。あれやっぱり大きいんですか15位家って一番下でしょ一番下ですけどもあの普通は助の下です上ですからね。 6位とかその辺りの、うん、それがいきなり「すけ」ですからね。だから京都の香りはする。<laughs> 京都の香りのする貴公子ではあった。ただそれがどの程度、例えば坂東武者を従えるときにこの、えーまあ、結局もう一つはあれでしょうね、頼朝が意外と強かったのは、千葉市とか上総市、えー、三浦市、こういった連中は義朝に、あまあ、千葉と三浦か。 島と三浦はあのあ義朝にものすごく世話になってるんで源義朝と仲良かったんでその関係での支援はあったというのは言えるけどで日立ももともとはこれは官務兵士の地盤やったんですねそうですねうん大上司これがもう大体、えー、大長官人のトップとして日立の国の国務を取り仕切ってきたのが大上司ですね じゃあこれはあのよりよしが直方の娘と結婚して、官務兵士の地盤を受け継ぐのとあ、あれと同じような形,形になってるわけですか。割合そうですね。佐竹正義も母親は兵士なんですよね。うん。日立の国の、えー、財の長官人あたりになると兵士が多いと。そうですね。カみんな長官人結構 兵士多いですねあの三浦之助とか上之介とかみんな兵士ですからかあの関東八坂東八兵士の相模の国の大長官人に言ったら三浦之助上総だったら上之介下房だったら、えー、あの千葉之助という連中がまあやってますから確かに大長官人はあれですね。で佐竹が力を伸ばしてくるのは南北朝の時ですか 南北町でもまだ未まであって、基本的にこの佐竹義重の代までは、日立の北の片隅の漁師です。関油派の前の佐竹が50万石で、日立みんな持っているわという豊臣政権の時の、うん、<laughs> イメージで見てたらあかんってことですね。そうですねなかなか苦労します、ここは佐竹は,佐竹はあの、この佐竹義重の親父あたりから九日から伸ばして、義重の代に一気に。 日立を統一してすんですね鎌倉室町時代はまだ日立の中の一部を抑える勢力と。うん、でやっぱりこの織田の,存在を織田の存在がやっぱり大きい。その織田ってあの戦国大名で一番弱いとか言われた織田でしょそうですそうですそうです。この織田宇治原戦国最弱の武将であって何回も織田城落ちるんですね。 いや本当はもうちょ強いですだからあの落ちても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 失敗しても立ち上がれるんですから <laughs> 小田にはあのものすごい強力なあの地域社会の支持があるんですよだから小田が落ちてもあのその地域住民たちは徹底的に粘ってあの小田を迎えるの宇治原を迎えるんですねそれなんでですかやっぱり頼朝子以来の長い伝統でしょうね 南北朝期から室町期の須竹氏を担当しているのは関周一氏、宮崎大学の、えー、教授ですね。どっちか言ったら、この関氏はあの日朝関係史での研究で知られてますけども、技師の研究とかそっちの方で知られてますが、出身が茨城県なんで、えー、出身も筑波大学で、ご実家があの、えー、茨城県の方なんで、多分お声がかかったんだと思います。 関周一市のこのえ佐竹市の論文とゃは多分珍しいあの基本的にはどっちかというと朝鮮半島で最近はなんか琉球と朝鮮の研究とかそういったことは足ります私も一度お会いしたことがあるんですけどもこちら南北朝から室町県佐竹市で北朝が七方河口にこうし日立に主語になるとこの竹佐竹竹義この人物がまあだからそれでちょっと頑張りますよね えー、中千代の乱で忠義に加わって佐々木義直が戦死しているということで、まあ、中千代の乱での活躍、これがまあ一つのきっかけになっています。今度、中高新書から中千代の乱が、えー、出たり、少年ジャンプで北条時行の主人公の逃げ上手の君など、ちょっと南北朝ブームは来てるのかなという感じはしますね。恵比寿高尚からも南北朝時代の本が立ち続けに出てますし この佐竹忠義はもちろん鎌倉にとどまって、織田晴久に代わって常陸宗話になってそれまで、あのこの織田家が常陸、えー、の宗だったんですけども、佐竹が織、えー、田に代わって常陸宗話になってます。楠木正家とあのり面城の戦いで,戦いで戦って、この楠の木正家っつうの正成の弟です。に、えー、下されてきています。一門の佐竹重義は、鎮西官僚であった一色竜二の侍所を務めるなど、佐竹氏が九州まで足を伸ばしていると。 えいうことで、まあ、この佐竹修行者はおそらく中仙台の乱で、手出し方に加わって、佐田義は鎌倉にとどまったんですが、佐、え、竹、ー、の一門の中には高尾寺にひっついていってで、九州もじっとめて、そこで九州で、そのまんまとどまったやつもいたんだろうと。この佐竹佐竹義の元の佐竹義奴は、1336年に売蔵城を攻略し、これによって日立の国における北朝の優位が定まります。1337年に日立に、えーまあ、流れ着いた北仏近房は、 織、えー、田春久の織田城に入ります。で、そこを攻撃してます。最終的に1341年、えー、年頃には織田春久も北朝に降伏して。近房は石城に移って、最終的にこの人たちの国での、えー、戦いに、えー、まあ、敗れて。近房は栄誉に帰っていきます。近房がこの織田城に、えー、居る頃に、あのですね、織田城から石城に、えー、移る頃に。 あの人の消灯記が、えー、書かれていいると、えー、いうことでこの人能消灯器は一体前提誰をも対象にしてるのかというそういう、えー、議論はありますね。観音の上乱では忠義、えー、派についたんですけども武氏のうんのい,いところはこういうことやって特に落ち、えー、没落しなかったということですね。高氏から、えー、誘われて1350年以降京で侍所当人を務めている様子にまあ。 忠義、えー、が死んだ後、えー、あっさり忠義、えー、から離れたのが大きかったですね、忠義にへばりつかずに、こういった結構広範な場所に書領をもあの確保したらしいことがうかがえます。こういった書領は室町時代にはほぼ失われていくんですが、こう遠隔書領はあのそのうちに支者が,が行き届かなくなっちゃうんですけれども、佐々木市には美濃にも分家がいたらしいことがわか,かります。 この吉永通人物も、えー、南北時代末期に活躍してますが彼は美濃竹氏らしいと、えー、いうことで竹と言っても意外とあちらこちらに文、え、化、ー、筋があったらしいということが、えー、言われております。戦国大名家への童貞ということで100年にわたる、えー、本家らしを制して一族の統一に成功すると。 佐竹,竹氏の場合、一門の中でもなかなか統一が取れなかったというのは、この佐竹義人の存在ですね。上杉のいさだの子であります。これに対して、要するに佐竹本家に上杉家の知恵を入れることに対して、えー、山入りともよしまあこの、えー、山入り氏は、えー、もも正しくは彼らも佐竹となっているんですけども、ややこしいので山入りというふうに言われることが多いです。彼ら自身は山入りとは、えー、小説、佐竹と称してます。 え、山入智義の反発があり、佐竹の乱が起こります。でこの佐竹の乱、山入智義対佐竹義人の戦いですけども、これに鎌倉夫が介入してきて、この佐竹義人の家督が維持されると。関東関連上杉家の血を佐竹に入れるということは、鎌倉夫からすると都合がいいと。ただ、えー、鎌倉夫がこの佐竹の乱に介入して、 宗との家督を維持させたことに対して山入智義らは反発して京都府知州になります。こうやってあの、まあ、鎌倉と京都の争いがそのまま佐竹氏にも、えー、分裂をもたらすと。で上杉前州の乱ではしたがってこの、えー、山入智義の立場も 微妙に悪くなるとこの上杉禅宗は結構実際には京都に近い人間であって、山入智義もこの上杉禅宗の乱に直接関わらなかったんで殺されなかったんですけども、関与をうわがれても仕方がないと、さらに禅宗の乱の後吉義持と持中寺の争いというのは激化していって、山入智義を日立守護にしようと義持が動き、それに対してそれを察知した足利持中寺が、山入智義を殺すと。 であのあれですよねあの安藤氏が、えー、いろんな銭とか、えー、いろんなものを持って京都にラッコの皮とかをもたらしたのは、えー、吉和の、えー、代替わりというふうな言い方されますけど私はこのま、えー、り友義の粛清これによる安藤氏の危機感の方が大きいんじゃないかというふうに、えー、思っております。結局年幕府ととは和暴したことによって まあ、佐竹氏の方もややこしい、えー、話から一応解放されます。これ幕府と持ち主が僕した流通のは結局足利義和が死んだからなんですよね。はっきり言うと。<laughs> えー、義和が死んで、それで持ち主は、えー、反抗するのはやめたと。えー、いうことですね。要するに持ち主としては、義持とあの喧嘩するよりは、義、え、持、ー、の養子に入れてもらった方がええと。結局その夢はくじ引きによって打ち砕かれるわけであって、影響の乱では、 教とは出身が上杉ですから、えー、上杉のり座に従って京方につきますが、結城合戦では、この人は、えー、あの紛らわしい動きをして、山入りすっけよし、山入り友人の息子のすっけよしが京都方についたことで、結城方についてみそをつけるなど、佐竹氏はなかなかこの辺はぐらぐらとしてはっきり、えー、しないと。 そうこうしていいるうちに今度は佐々木本家の争いが、えー、起こります五郎六郎合戦と言いますけどこの五郎六郎合戦というのは武義時と、えー、上杉実業の争いです。これあの兄弟ですね。両方とも佐竹義人の息子ですけども武義時、もう常世もこの義時の息子なんですが、常世田はあの一旦上杉家に、えー、養子に行ったんですね。ところが、えー、義人は晩年になって義利ではなくこの常世田、 に後を継がせようと思ったわけですところが、実、ま、定、あね、はあの上杉家の養子に入ったんですけども、この実定の養子入りに長岡家の部が反対したんですね。上杉家を後継がせるのに、またあの今度は育家から入れるのはおかしいだろうと、えー、いうことで、越後上杉家から秋貞を迎えてくることで、この実定は浮いちゃったんですね。その結果 義人はこの実ススダをじゃあ佐竹の貢献賞として義時、えー、を追放します。これが五郎六郎合戦です。えー、佐竹五郎と佐竹六郎の争いですね。義、え、時、ー、がうまく生き延びたのはこの京徳の乱ですね。この京徳の乱に乗じて義時は復帰を果たし、えー、逆に実ダと実ダ息子の義経が没落していきます。で、義、え、時、ー、は幕府に基準し、 今度は要するにこの利佐竹本家と山入里佐竹氏との争いというのは、えー、どちらが京でどちらが幕府かじゃなく佐竹がこっちやったら逆張りですねだから佐竹義氏が幕府に基準すると今度は山入佐竹氏は古賀法に入るというふうに義持の時代とは反対の動きを義政の時代には示していると、えー、いうことですでこの山入と 竹、まあ、本家の争いで弱体化したところに山入りが入ってきて、須竹は大きく、えー、分裂することになります。山入氏の滅亡ですけれども、この山入氏の滅亡で須竹本宗家がようやく、たち北半分を統一できるのはこの山入氏の滅亡です。須竹本宗家の孤立、1185年、須竹氏のところにいわき氏が、いわき氏と須竹市戦争が戦闘します。 これはあの太平洋海あ、だからこれ、いわき市の本にですね、えー。太平洋海をぐる、えー、争いがあって、いわき平、あのこの辺りの港湾をめぐる、えー、佐竹といわきの争いがあると。そのような折、この中市の、えー藤,原えー、藤原市、秀里流藤原市の江戸市が自立に動くと。この隙を突いて、1089年には白河、伊達、芦名、小山。 下ゆうきらが、えー、瀬に進行すると翌年には山入氏によって佐竹、えー、義清は、えー、日立太田城から没落すると実はこの没落という言い方はどうもな、えー、れない耳慣れないようであって中世史の、えー、専門的な言葉なのかな○○、えー、丸から没落というのは、まあ、あのと逃,げ逃,げ逃げていってしまうことを没落言うんですけどもなんかあのこれあれかなあの 亀田先生のあの、カノの常乱で、えー、まあ、まるが没落とか言ってあって、おか、もつ言葉のつけ方おかしい言うて、確かアマゾンレビューに書いてあったと見て、わあ、これはあの、<laughs> まあ気の、なんというか、亀田さん気の毒というか、まあ、あの、まあ、アマゾンレビューで悪く書かれるのは実はあのいいんだと出版してみた人が言ったけども気、気分悪いけども、逆に言うたら、あの、語しかないのは要するに、あの、ファンしか読んでないんだと。位置があるのが、あの、売れてる証拠なんだと。 えいうことを言ってはったんで、まああのえー、悪口言われるのはいいのかもしれない。現に、まあ、私のランスの天皇は星5つしかありませんからね、もともと読みたい人しか読んでいないと。<laughs> 丸分かりなんで。で、あのこの山入氏、まず1190年の段階で、えー、山入が第1ラウンドは勝ちます。それに対して、吉清はいろいろ頑張って、あのいわき市と外交によって、山入氏の孤立。 名誉の和議がなれたいわけですけれども、それに対して山入氏は、やがて反撃転じ1504年に義清は、このいわき市の外交い、いわき市の武力をバックにしながら、日立太田城を奪還します。2年後には、山入氏は、山入義盛が佐々木義清によって殺害されて、山入氏は滅亡して、ようやく佐竹は日立太田付近を中心としてた日立北部の片隅を、 ようやく統一することができたと。佐竹義清の権力再編と。うつろ中うつろ中の,あの東北の編成源、権力編成権と書いてありますけれども、それぞれの、えー、支配権ですね。佐竹のうつろ中うつろとか、伊達のうつろとか、そういうふうに東北のほの、えー、まの、あ、支配単位ですね。これ、うつろと言いますけども、うつろ中の人替え司令がよし、えー、あが佐竹義清に手渡されると。 氏とその周辺の人々のうつろとうつろの間で、挑、え、戦、ー、した、えー、人間をこう引き渡すという、あ,のあるいは、えー、拉致された人間を引き渡す、そういう人間を、えー、逃亡した人間をこう引き渡すという、挑戦とは長期でしょうね、あの要するに他国に、えー、他のうつろに移った、えー、人間をこう返すつつの、まあ、佐々木義樹を中心に、このうつろ地の人返し令が出されているということで、この頃から、 あの日立北部では、スタケ氏を中心とする家臣団が作られていくと。スタケ氏がの存在感が、16世紀の初っ端の頃には、日立北部の方では、スタケの力が少しずつこう強くなっていくという形で、戦国時代に入っていくんだと。スタケ氏の権力学率は、このヘタレの乱ですね。これは、スタケ一門の、スタケ吉の弟のウルヌ義元。こいつがスタケの 宿小面利道の管理するヘタレ城を攻略し、宿老の道がが戦死するという事件が起こりますでこれ12年間かかって、ようやく鎮圧するんですけども、この、えー、足掛け14年にもわたるこのヘタレの乱、何が起こったのかというと、この須崎義圧が、まあ、あの強権策を出して、どん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 と周りのこういう有力者たちを、 さらにあの佐竹一門に対しても吉安そ本宗家の義安が圧倒的に力を持つというそういうふうな強権策に対して佐竹一門が反発するとこのウルの義元は義安の弟ですが佐竹一門の反発がこのウルの義元をこう担ぎ上げて、えー、佐竹義竜に、えーまあ、向かわせるとでそれに日立北部中部付近の、えー、江戸郷の江戸市 あるいは、欧州の、えー、白川結城氏、えー、あるいはあの、えー、やっぱり欧州の、えー、海岸沿いのいわき市などが介入してきて、このウルヌ吉元と、えー、佐竹氏発の争いというのは、まあ、ものすごい長い間戦うことになると。しかし、このウルヌ吉元のヘタ,レジョンヘタレの乱を鎮圧したことで、佐竹氏の権力が、えー、ようやく統一されると、えー、いうことで。 まあ、日立北部から、えー、日立南部の方に少しずつ力を伸ばしていく。さらに南奥、あるいは下野東への、にまで、佐、えー、竹の、佐竹吉圧の、えーまあ、勢力は少しずつ広がっていって、1541年には白河市の領内に侵攻。さらに1947年には江戸市。 この江戸市っていうのも、一応佐竹の支配下ではあったんですが、常にちょっと自立した感じで、佐竹市の権力を脅かしてきたこの江戸忠道。この江戸忠道の乱がえ鎮圧されると。これによって江戸市は、まあ、これ以降は、おとなしく佐竹市の、まあ、重臣として活躍することになります。1950年代には鹿島神宮領のえ保護。 それまで大城市が行ってきたこの鹿島神宮の保護を佐竹義昭、佐竹義昭親子が行うことによって佐竹市は16世紀の半ば頃には日立の国で、えーまあ、トップの権力、それからまああの日立の南の方まで勢力を持っていくという形で、まああのー、そこそこ、えー、あの日立の中でも最有力者、あとは、えー、小田氏を 残すすだけけというふうふになっているわけで,すでこの一応、おだしまで見ておきますと、おだしはどういう家なのかといいますと、鎌倉の13人の一人である八田智家の子孫にあたります。八田智家、来年の大河ドラマでも出てくる人物ですけれども、この八田智家、同人物かといいますと、1142年に生まれて、1218年に亡くなっています。宇都宮宗綱の子です。 彼は方言の乱に参加しています。スノゴは頼朝挙兵に従って、えー、兵士追悼にも活躍してます。まあ、この時彼は乗り降りの方についてたんで、まあ、言うほど活躍したいと言ったら言うことが全然知ってないんですけどね。それから、この旗田智の名前が有名なのは、この無断人間で、ダバの道、路傍の草を食うはごとしというふうに、えー、罵倒されていると。まあ、道草を食うてるということですね。ダバの道草を、えー、食べてるようなもんだというふうに頼朝に罵倒されています。 だからまあ無断任官をしちゃったということで、みそつけてますけどもえ、欧州合戦では東海道大将軍を、えー、任せられて、あの福島県の海沿いを、えーまあ、進んでいます。まあ、その功績もあって、日立守護に任、えー、命されて、以降、鎌倉時代は日立守護はこの織田氏が代々なってます。で、八田ともいえ13人の、えー、一員になってます、ね、頼朝の守鎌倉の13人の、えー、一員になってます。13人合議制の。 それから、八田友へとったら、あれですね、よりより家の命令を受けて。この義経の道母の、兄の、あの前条を。えー、預かり、で、より家の命令で、前条を、の首を跳ねています。まあ、そう、その末裔、まあ、この八田氏っつうのも。あの、非常に鎌倉時代は、あの、結構駆け打つんですけども。その名前が出てくるのは、この織田晴久ですね。署名は高友であって。北条高時の高の、名前を。 配慮ししてていまますす、えー、安藤氏の蘭に活躍してますあのちなみに日テレの外籍としても知られていて、この小田晴久の娘が吉田の正室、えー、だとあたりますけども、えー、年齢はちょっと合わないんですよね。吉田が1301年ですから、えー、小田晴久の妹とかぐらいじゃないかなと私は思うんですけど、まあ、そのよくわかりません。で、あのこの小田晴久は、この原稿の辺で、での幸治と木房が、じゃあ藤房が、 織田のに預けられるんですけどもこの時藤房を、えー、に親切にやって藤房は結局生き残るあの弟の末房隣の下野国で殺されちゃうんですけども、えー、藤房は、えー、まあ助かったと藤房の、えー、口伝えもあって後醍醐天皇に信頼されなになりますで後醍醐の高治のうち、えー、のこちらを拝領して、えー、春久と名前を改めています で、えー、日立の国の、えー、南朝方として北家近さを迎えたんですけども、戦1も0年には北中に降伏。まあ、それ以降、目立たないように、この筑波、筑波周辺、小田城周辺をがっちりと、えー、守りながら、えー、まあ、あの、日立の国の有力者として、えー、残ります。この小田正春、小田市はこの小田正春の時代に最盛期を迎えると言われています。まあ、最盛期言うても、要するに、日立の国の南西部、 そこのところまで、えー、そこのところを広げて、えー、がっちりと、えー、持っていると。で、あの、織田政治は、足利政友のこと伝わってますけども、この辺はちょっとよくわからない。もし、政、え、治、ー、が、えー、政友の子であるならば、織田氏治,治っつうのは、えー、足利政友の孫ということになって、えー、結構な騎手じゃないかと、えー、なりますけども。この政治の息子が氏治です。ということで、まあ室町時代の佐竹氏を見てきました。 佐竹義盛に女の子しかいなかったので、上杉から養子もらうんですね、あ向こう。あ,あそうですね、はい。で、その時に、なんでこれが佐竹を継ぐんやということで、佐竹の連中が反発して内乱が起きるわけですねお。お家争いが。うん、で、この山入智義さんでしたっけ智義さんですね、はい。この人は佐竹のわけで真ん中に近い人なんですか経図的には。 ケー的には山入系は、まあ、あの、こうなりますね。あの、山入智之さん、ここですね。佐竹の中の文。有力な文系ですね。文系なんですね。はい。かなり近い文系になりますね。その山入りの豪華から見れば。別に上杉から用意もらわなくても。うん。佐竹の中に誰かおるやろうとか。まあ、俺がおるやろうと。<laughs> たぶん、多分友義さんからすれば俺がおるやろうということでしょうね。上杉がそれでも俺がおるやんと。それはなかなか納得できないでしょうね。佐竹グループ。プ、うん、ローパーサイトとしては。なんでそんな。そう。<laughs> よそからもらわなくてもいいじゃん。<laughs> でも、吉森からすると、分あの上杉の父を上,上杉をやれることによって、関東九方にあの深く取り入れることができると。娘は女系ではつながるわけだから、いいやんちゃうですね。<laughs> まあ、そうですね。 あの女系でつながっても、紀州を入れるならば <laughs>、それはありと。どっちが紀州か言うたら難しいね。源氏の地位を引くのか、それとも上杉なのか <laughs>。当時の地位としては、関東慣例でしょう、上杉は。うん、関東慣例の子供を養子に迎えた方が格上がるやんと。うん、まあ、吉盛の考え方も。 わ <laughs> かりますよね。十分理ありますね。うん。何も、その文家に譲らんでも、うん。まあ娘おるんやし、娘に関東関連の凡を迎え入れた方がええやんと。うん。これは揉めますね。どっちにも理があるから。ね、うん。結局の、ね、山入りと下竹、本家は、100年ぐらい殴り合いますからね。1506年まで続きますから、これ、両者の争いは。 あとあの「没落」って言葉出てきてましたよね。はい。確かにこの言葉ね、私もね、ちょっと違和感あってね、いよく出てくるでしょ、はい、没落って先生の授業の中に。出てきます、出てきます。でね、没落って私らの感覚ではなんかこう、家が滅亡するとかね、体、うん、が落ちるとかね、そういう意味で取るから、逃げるって意味でしたっけ、さっきの先生。そう、逃げるってことですあの。落ち延びるってことですね。これ、没落が落ち延びるやというふうに。 解釈ししていいる人少ないでしょうね専門家書に出 <laughs> るともう普通に出てくるんでこっちも慣れちゃってるんですけども <laughs> 多分私も結構乱寸ってのを使ってるんちゃうかな。室町戦乱と政変の室町時代とか結構使ってない気がするんだけど。<laughs> うん、時々見るんですけどね。その没学にそういう意味があると思わないから一応 <laughs> 引かないんですねいちいち。一般用語として没学という言葉があるから。 多分、辞書引いても出てこないんちゃうかな知らんけど。<laughs> 多分、資料用語とか出てくるんです、多分。資料用語が転用でしょうね。で、便利なやつっちゃうんです、ね、ウィうん雰囲キに出てますかね没落って出てきて。どうでしょう <laughs> でも、やっぱ普通の人、引かないです。うん。引かないですね。引かないです。これがね、全然違う言葉やったらね、これ何かいな思って引くんですけどね。 一応、の意味は通りますから、なんか、ちょっと、うん、使いにくい、意味は通りにくいけども、えー、っと、で、そこで、あのえ、ウィキよりも先に、この、あれを見てみようと、えー、っと、あれ、どこや、どこや。あ、一応、出てきますね。没落する。没落。城、城や陣地な敵に奪われること。戦いに負け、国や家が三つ星をさすらうこと、また財界の方が地方へ下ること。勢いを失うこと、落ちぶれること、破産すること。 大きなものが落ちて沈むこと、相手ののしっていうことが。一番の意味が敵に奪われることなんですね、城を。そうですね、ろから没落する。うん、城や陣地を敵に奪われるという、そこのニュアンスがね、うん、ちょっと専門家でないと。でも、丸1に出てきますが多たぶん古いんでしょうね。これ、基本的に古い順番にたぶん出てくるんで、えっと、日本国語大辞典か、日本,日本国語大辞典は、 古いもともとそういうふうにして使われていたということですね。うん、中世においては。そうですね。我々の現在見ては3あたりでしょうね。まあそうですね、今はね。うん、中世には同じ言葉が違う意味で使われていたんだと。うん、<laughs> ちょっと違和感ありながら、でもね、でもなんとなく意味通るからね。ああはい、発祥微妙でもね。<laughs> だけど。 自分で使おうとは思いませんでしたね。というのは、自信ないから、これ、没 <laughs> て。ああはい、<laughs> 本で読むときは、ふーっと読み通してもね、自分が没落してねーっておお、おかしいことばええなと思ってないんです、これまです。きは一個疑問が解けて、でまあ、元に戻りますけど、1506年までかかって、やっと山入マが滅亡したということは、それまで揉めとったということですかそうです。 断続続的的ににじゃなくてもう連続的にほぼ100年もめてますね。そうですねでこれ上杉からよ向養子を迎えた結果としてこれその後の前主の乱とか教徳の乱とかに巻き込まれちゃうわけですね。そうですね結局。うん、鎌倉時代とは逆になんか佐竹氏は随分ごたごたが多いですね。 もこれポジション取るの難しいですね、上杉とくっついてるから。うん。山の内上杉ですよね、そう,そうです、そうです。致命的な失敗はせんかったんですね。そうですね。負けちゃう方を選んで、うん、<laughs> 一緒に全滅したとか、うん。まあ、結局これも日立の、えー、北の方という、ちょっと離れたところにあったあの良かったのかなという気もしますね。<laughs> これがもっと鎌倉に近いところにいたら。うん 大波を食らって、うん、あ常にあの鎌倉にずっと居続けたらその時巻き込まれて殺されちゃうとかいろいろリスク考えられますけど武志の場合微妙にあの鎌倉とか、えー、西関東からすると利根川あのこれ言われた利根川というのがやっぱりドーンとバンドウをこを仕切ってるんで利根川とそれからこの霞ヶ浦、えー、この付近の低湿地帯などの存在があって意外と。 あの通りにくいんですよ、ね、あなるほどねはいはいはい、うん、日立つうは意外とあの鎌倉とかそういう関東南部の争いに巻き込まれにくい地理感覚になりますね一応これ日立の守護職持ってるんでしょこの頃は日立の守護職持ってますこれは代々ずっと、まあ、一応代々でしょうね、うんうん、他に日立の守護を取る まあ織田ぐらいし、来れへんし。<laughs> 足利義持が。手出てきませんでした。主語に任命するとか、何回って。あ、出てきました。山入さんを主語にしようとしたんですね。佐竹が持ってる主語を山入の方に移そうとした。うん。だから山入知義は京都府知州になって。十四世紀の末に。あの関東八屋方に。指名されてて。まあ屋形号。 だからまあ価格としては高い価格をもらってるんだけどもこの友義が京都府知州となってで義持はこの友義を北陸諸に任命しようかと佐竹本家から山入家にこれそうなると佐竹の本家が友達だってあの鎌倉公方が部人権持ってるんちゃうんですか そこのところをもめるんですだから <laughs> そ,うそういうふうにやろうとするとあのもうえっ、ー、とね確かあのこれややこしいのはあの武人権は一応京都が持っててであの使えるのは関東なんであれなんですよあのこういう守護主語は難しいんですよ日立の守護というのは鎌倉公坊がお前やって言うんじゃないんですかじゃないんです武田もそうですけども甲斐の,の守護もそうですけども武人は 京都がやる。まあ推薦とかあると思うんですけどね。最終的に一応決定するのは京都の、うん、京都が任命して鎌倉国宝に使えると。だから鎌倉国宝と京都の関係がなか、あのうまくいってるとこの形でいいんですけども。仲悪くなるとあの素丈も武田も苦しくなるね。武田のところ出てきましたね。京都から死5に任命してもらっても鎌倉に行かなあかんから殺された。嫌やとかいう話が。うん、会員だけがね。 京都の側の部人で、後の関関八州は鎌倉側が任命するのが思ってました。一応多分あの上杉の関東関領とかも一応基本的にはあの京都が任命するんでれ、ね。一応多分鎌倉ク公方に対するあの牽制条例でしょうけど、で、あの問題にならないのは小光一とか相模とかあの辺みんな上杉が持ってますから、それ以外に人気を任命することは考えられないんですよね。 関と言っても大半は上杉ですから上杉一門に持ってるんでじゃ貝とか日立とかあと下草とかあの辺りがちょっと微妙にややこしくなるとまあ多分,多分ややこしいのは多分日立とあの貝だと思うんですけどねでその日立と貝にあに源氏のブレンチがおるわけですね <laughs> これ佐竹と佐竹でだから多分佐竹と武田がおるから多分日立と貝がやこしくなるんでしょうね 武田の場合と違って、こちらの場合が話がややこしいのは、山入りがもうべったり京都に行って、佐竹がべったり関東に着いたから、や,やこしくなるとそうすると、京都と鎌倉の関係が悪くなると、これ佐竹の場合、た先みたいになるんですねそうですね。で、義仁の場合は、鎌倉蜘法というのは上杉にくっついてるというべきか。そこの義人さんの場合は、そんなに強い闘争スがないわけですね。 もう文系でさえも言うこと聞かへんということであれば、うん、結局上杉にひっついていくしかないと関東はですね機内と違ってややこしいですね東都、ね、と鎌倉の両方の人事権が動いてるから室町時代のちょっと関東ややこしいですね佐々木道郎さんの、えー「南関東の名手誕生のた、えー、期間の戦いと」とまああのざ ゆっくり言うと、佐竹家臣の大田助政と真壁氏、真壁久本対織田氏春の戦いであって、佐竹義重自身がこれに参加したわけではないと。あくまでは佐竹家臣の大田助政、真壁久本、VS 織田氏春と。北条氏と上杉謙信、まあ、この辺はもうなんかも出てきてるんですけども、北条氏が勢力拡大して、えー、山口上杉氏は越後に行っちゃったと。 え、いうことですね。で、うじつなは、えー、古賀公方の権威を利用して、古賀公方の、えー、元での執権、法上を名乗り、逆に関東関連の上杉のりまは、越後に逃亡してしまったと。えー、いうことで、法上と上杉の争いになります。法上氏が、西関東から急速に力を広げていく中で、この東北領主層は、あの、自民塚の権威を守るために、この、えー、上杉謙信の関東出兵を支持すると。 で、えぇ、ー、謙信は、えぇ、ー、まあ、足利不十字を擁立して、春氏に対して不十、春氏、ま、すえぇ、ー、吉宗に対して不十字を、えー、擁立。佐木義明と北条氏の関係は、まあ、あ当然悪くなっていく中で、えぇ、ー、佐木義明は謙信に協力すると。佐木義明が謙信の側に行くと、えぇ、ー、小田氏春は北条氏に、あの、味方します。 日立南部で独自の地域権力を目指す小田氏は、大城氏を撃破して、大城氏を本来の三の海と没落させます。小田氏の勢力圏が矢野、えー、氏と競合してくると。そうなってくると、足利、藤氏を一応擁立する、上杉派の、まあ、上杉としては放っておけなくて、上杉と小田氏の戦いが始まるわけですよね。 永禄七年、小田城の攻略の際に、あの、由良成重の版物が出ています。どういうことかと言いますと、由良成重っつうのは、ここの、配下ですけども。この由良成重から、この佐竹と、それから、この川田長近への手紙が出ているんですね。え物、ー、が出ていると。この川田長近っつうのは、上杉謙信の家臣です。ってことは、由良成重が出した。 この反物のはこの小田氏春を戦う、戦,う戦っているときの文書ですから、竹家とこの川田長近、引いてはこの,このグループとこのグループの両方に対して出してるんで、だから2枚出てるんだと。えー、要するにユリナシーがかやるときには、この両方に出すと、えー、いうことは、この2つのグループの連合軍であると。で、まあ、小田氏春と、えー、この米田春輔が、 要するにこれ、両地設置するわけですね、この関宿と、えー、それから小田,あの小田城との、割りと近いとなって、あって、田氏春の勢力が南の方に、えー、南かや西の方にこう、えー、広がっていくということは、この柳田晴輔にとっては、えー、非常に大きなものだけ、ね、この柳田,柳田家っついうのは、足利不十字、古賀国宝の,の、えー、大臣の家臣ですから、まあ、この小田氏原が、えー、柳田とぶつかるということは、引いては。 小岳鳳が危ないと。さらにこの小田氏春は北条氏康と組んでいるということで、この赤ラインと青ラインというそういう分け合いができるね。で、武田信玄と北条氏康はこういうふうに結びついていると。ところが佐々木義明が亡くなったことによって、謙信の交易によって一旦た没落したこの小田氏春は,は復活します。とういうことが言うと、 吉明は、えー、当初、織田城支配を意思、まあ、見せてたんですけども、吉明の死によって、織田が二び持ってくる。で、この織田氏春というのは戦国最弱の武将と言われるんですけども、まあとにかく復活が多いですね。この復活が多い理由については、鎌倉初期以来、織田氏が一貫した支配を続けてきたこと、それに伴って地域社会においては、この織田氏と結びつくことによって、 でこの地域社会に成り立っているというそういう意識があるんで、織田が追放されてもこの織田を復帰させるためにこの地域社会は農村とかあとは大きな領主に対して戦い続けると、そういったものがあって織田っつうのは織田信長がなぜ戦国最弱のえ武将になったのか言ったらこれ逆に言うたら叩か,叩かれても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 復活するんですよね。だからこれ戦国最弱になるためには要するに何回も負けなきゃならないわけですこれ。 何回も負けなきゃならないことは、何回も負けられるということは、何回も負けても復活してくると、しぶとく復活してくるから、戦国最弱になれるわけですよね。これ、一発で、えー、あの吹っ飛んでたら、戦国最弱になるわけです普通に、一発で吹っ飛んで、そのまま死ぬやつはいっぱいありますから。織田氏春が、えー、戦国最弱になるのは、この人物が能力的にはそんなにあったと言われてないですね。あのよくあの軍師とかの言うことを無視して、失敗するという、人の言うことを聞かずに失敗するという。 せっかく一生懸命周りの人間が、それは無理です、言っているのに突っ込んでいくという、ちょっと無能なところあるらですね宇、宇治原って。それでも、えー、なんか周りがどんなに失敗しても助けてくれるって、なんかどっかで聞いたことあるんですね。なんでこんなにやられないやと、やっぱり数十年間、えー、田舎をこうきっちりと分け前を、えー、くれてやると、とにかく、えー、何があっても、えー、支持するやつは出てくるみたいなところですね。だから負けないんだと。 小田城の破局会場とあるんですけど、小田城、謙信が動き出すと、小田氏は最終的に謙信型に従属することになります。で、謙信のメッで小田城は破局されたんですね。で、この小田城が破局されて、代わって、えー、小田氏春の支配権に入ってきたのが、太田助政です。太田助政は佐竹の、もともとは大宮部杉の家臣から山之内上杉に、えー、動いていったですね、この太田市というのは。太、えー、田道閑のひ孫に当たります、この助政は。 安倍杉家から道館の、えー、暗殺を機に山之内上杉に、えー、移り、山之内上杉の下で武蔵の国の岩槻城を支配したんですけども、それを北条氏に脅されて、佐竹の下に亡命していたと。佐竹は、織、えー、田城の東の片野城に、えー、この大助政を入れます。つまりこうなります。織田氏治,治がいなくなって、代わりに大助政が入ってくると。 小田氏原はどっかに亡命していると。この間の亡命率は特に書いてありません。関東の、えー、東の方は、上杉ラインでこうずっと結ばれていくことになります。そこに武田が割り込んでいきます。そのきっかけは、この上杉と佐々木に生まれた距離感とこと、どういうことかと言いますと、1967年、これは北条ですね。北条高弘、えー、上杉謙信の家臣で柏、越後柏崎の漁師、えー、である北条高弘。 この北条高弘がこちらの北条氏に、えー、寝返ってます。この北条高弘は、上杉謙信にとっては結構頭の痛い人物なみたいですね、えー。すぐに裏切るんで。で、北条高弘が北条氏に寝返ると。その頃です。上杉謙信が江氏、江戸市、江戸忠道宛に、忠、まあ、道じゃなんその息子の重道が、えー、孫かもしれませんけども、江戸市宛に吉重とに対して、 あの佐竹義昭並みの関係を求める書状を出しています。ということは、上杉謙信からすると、佐竹氏が義重に変わった瞬間、なんかあの、上杉家との間距離感があると、ちょっと離れてしまっていると感じていることを示しています。要するに、義重にとっては、義昭に比べると、このルートに対してちょっと距離を置きたくなると。まあ、このルートがほんまに意味あるんやろうかと。 いう風になっこれですね。さらに、えー、悪いことにこの後総春三国同盟が崩壊、越総同盟が始まります。何が起こるのかと言いますと、後総春三国同盟が崩壊して、あのここの関係ができるんですね。この時にこの小田次春は,るは、えー、この後総春三国同盟の頃に二人小田城に戻ってるんですけどもこの大田助政をこの岩月に戻すかどうかという。 そういう問題が上がってきてるわけです。で、あのずっと佐竹は要するに、この大助政を、この岩槻に戻せという話をしとったんですね、義明時代は。ところが、いざ、この謙信から、この大助政を岩槻に戻すと、そのために北条氏との,あの関係を持ったというふうな話が来るわけです。 それに対して佐々木氏議は、要するにこの関係がどこまで信用できるのか、この岩月に佐政を移して、その後この佐、えー、政の岩月支配がずっとそのまま続くのかというあたりにものすごい不満を持ったみたいですね。そういう中で武々木と日立の国衆たちは小田氏を再び攻撃します。その時に関脇城の救援、つまり柳田の、えー、救援ために、 謙信に対して関東出兵を要請しますが、この柳田春介の問題というのは結構頭の痛い問題なんですね。どういうふうに、えー、するのかと、こいつを。北条氏康からすると、この柳田は目の上の単行部であると。要するに謙信としても、この、えー、佐竹との同盟関係というのはそろそろ、えー、ちょっと難しいと。この北条氏との関で難しいと。 一方、義時からしても、氏康との関係を強める謙信とどの程度信用できるのかわからないというわけで、この謙信と佐竹の関係というのは急速に冷えていくと。その中で、越冬同盟の結果、謙信は動けないと、あこれ、関東出兵を要請します、ところが動けませんね、この柳田は、えー、救えないとなります。その結果、武田信玄があの佐竹に手を、えー、伸ばしていきます。 この関係が切れた以上、武田信玄としては、この須賀と国地と結ぶとえーいう近郊遠郊といいますかね、四角は交易して遠くと まあこのラインを利用して北条氏康を挟みちにするという動きが見えてきます。この頃の関東というのは武田信玄、上北条氏康、上杉謙信に引っ掛け回される形で、そういう意味では須崎木義重というのは三強の争いの中で、まあ、あの翻弄されている状態であると、えー、いうことになります。で、灰坂の戦いですね。 まあ大きな問題はこの太田府市の岩槻城への復帰問題です。どういうことかと言いますと、この太田杉正梶原正景親子がえ岩槻に復帰することに関しては、北条氏と上杉氏の交渉で行われるわけですね。先ほどのあれですね、要するに結局、岩槻復帰させることができるのかどうかと。の信玄からの手紙を受けて、佐竹氏は動かなくなります。 結局、謙信はこの太田祐政に対してとんでもない野郎だというふうな罵倒を投げつけて、彼は越後に帰っていくと,ということになります。せっかくこちらが岩槻城に復帰させてやるというふうに言ってるのに、えー、こいつ無視しようんかと。ただ逆に言うたら、太田からすると、その上杉謙信の言ってることはどの程度信用できるのかという、それが期待できないと。織田勢は太、えー、田を攻撃すると。どういうことかと言いますと、織田氏春が筑波山を越えて、 大田助け政を攻撃しましまたところがこれ大田助け政、真壁、下本によってこの戦いは撃退され逆に真壁によって、えー、大田城が攻略されます。これが手配坂の戦いですね。この戦いによって、織、えー、田氏春治治はかなり壊滅的な損が受けると。で、その大田助け政によって、大田助け政、ま、真壁によってたたかれたところに、あの、あれですね、佐々勢が進出していきます。 まあ、佐々木義重が織、えー、田城を大事、えー、して、この付近の支配に取り組むと。で、織田氏は織田城を失って、以降は散髪には戻らず、基本的に織田氏はこの織田城を失い、西の方の土浦城の方に逃れていきます。手前坂の、えー、戦いの影響ですけれども、この越走同盟のこの後、こういうことになりますね。太田府市をどうするのかと。大田田は先ほども言ったように大田助政が 岩月を追放されますで、佐竹氏にしたんですけども、大田府のこの岩槻復帰の最中に手前坂の戦いが起こってると、謙信から、まあ、やってこいという中、えー、佐竹氏は無視する、結局、岩槻を断念と謙信の怒りがあると、こういう中で手前坂が起こるわけですね。つまり、この手前坂の戦いというのは、謙信から離脱するきっかけになってるわけです。 なぜ謙信とそれから佐竹の間にこういう隙間ができたのかということですね。結局、岩槻城の維持が困難であると。結局、これ、あの、あれですよね、大助政が、えー、岩槻城にいるのか、小田にいるのかの選択であって、これのために謙信、動いたんだけども、佐竹からすると、 岩槻まで広げていも結局謙信を信用しきれないと。それやったらもう織田におったらいいとなるわけですね。で逆に上杉謙信からすると自分のところにやってきた織田を追放するのはよろしくない。岩槻を認めてやるから織田に引き渡せと。そのあたりの問題です。実はこれは佐竹にとっては非常に大きなポイントであって、それまで佐竹っつうのは古学法の秩序 に従っていたとさら、えー、に言うと、古賀法宝の秩序を体現する関東関連上杉謙信に指き従ったわけですよね。それまで、えー、須武は要するに古賀法に従う。それが、えー、須竹氏の一応政治判断だったんですけどこの手前坂の戦いの中で、竹義重は独自の政治判断を行うと。この須竹義重の政治判断によって、竹氏は この東方の州と言われたこの常の国から下総辺りの中心人物として存在感を示すようになっていきます。この織田城を、えー、まあ制圧したと。えー、最初に太田助政を岩槻家じゃなくて太田を選ばせた。そういう、えー、まあ中で、ス田家ツのはたちの、えー、連合勢力の有力者。 でしかなかったんですが、いくら頑張ったところで一応守護とか持っていたとしても、この連合勢力の有力者であというレベルであって、いわゆる戦国大名かつのはかなり遅れていたんですけども、この頃から徐々に佐竹氏は先行判断する立場に移動し、この日立の中で突出した権力、権威を持つようになっていくと。で、佐、えー、竹氏義はこの頃ろ、勘定や関東城の発揮を 始めており、佐々木義重の日立の両国化つうものが、手前坂によって大きく進んだということが言えます。手前坂の結果、こういう感じになるわけですね。この付近のこういった勢力を佐々木義重が抑えていくようになると。ただ、後にはこの柳田春介は離脱していきます。結局、北条氏の圧力がこう強くなって、最終的に、これはもうちょっと後になるんですけども、 手戦たから十,十数年後にはあの逆にこういうふうになりますけども基本的に佐竹義重というのが伊達の国一国を、えー、支配する戦国大名というふうに、まあ、なっていくわけです。ということは佐竹というのは高学部の秩序の下にいるということは上杉や武田や法人に比べて一段ランクが下やったいうといこですかそうですね基本的に佐竹は上杉のもとに従う。 古賀久保関東関連の下での人物というそういうあれですよね。でそれは上杉憲政が謙信、えー、のもとに行ってこの上杉謙信が関東関連になると上杉謙信に従うと。で上杉謙信が太田助政を岩槻に戻してやろうというのに従うかどうかということなんですね。うん、そうですね。最終的に義重はそれの判断をヒットしたと。だからそれまでやったら多分そのハイハイ喜んであの助政を岩槻に戻したんでしょうね。 織田を大田の後に入れることにまあ,あれするとただもう太田助政を囲い込んでしまう織田に戻さないでこの後大太田助政は佐竹の家臣になっていくんですかそうですただあのー、この辺真壁もそうですが太田助政もそうなんですが最終的に佐竹あのこれつ真壁は結局秋田にはついていかなかったんですね 大田も多分そうやと思います。佐竹が秋田に行くときに離れたんちゃうかな。いやもうちょっとに関ヶ原までは従ってたと。うん、家康が関東に入ってきた頃れ離れるかもしれない大田家、この助政の下の確かあの旗本かなんかにったはずですから。いや、大田助政がね、岩槻に戻すというのは、これは謙信から見ると、なんでそういうことするんですか要するに北条氏が奪った、乱した秩序を戻す元に戻すと。 もともと先木政はさ岩槻の領主だったんで北条氏が追放したからそれを元に戻すとで佐竹としては、まあ、それを1回は戻せたとしてそれを上杉謙信がちゃんと最後まで保証してくれるのかどうかが信用できないということなんですかそうですねで太田を岩槻に戻すということは織田城には織田がずっと残ることになる,とると、うん、で佐竹は結局選んだのは 田をそじゃあ織田の持ってたとこを自分の聖夜下に置いちゃうということそうですで。それはもう工学法体制を破壊しちゃうわけだから自立するわけですね。そうですね、うん、いわゆるあの、まあ、天皇とかそういう関連的権威よりも上のものはもあの以外のものは持たないと。工学法に兵庫らすることはないと。その,工学法の権威を 一応こう担いでる上杉謙信の命令には従わない自分の道を行くとあの日立の国内で自分のやりたいようにやるとそうなると戦国大名になるんですねそうですね。